下兵庫幸福駅は福井県堺市堺町下兵庫にある越前鉄道三国あわら線の駅。駅番号は E36。開業時、下兵庫駅として開業。駅名は堺市内を流れる兵庫川の下流に位置していることが由来とされる。2017年に堺市の笑顔で暮らせる町のブランディング事業の一環で駅名を 下兵庫幸福駅に変更した。駅名の幸福は、かつて一帯が幸福寺の荘園であったことと、福井県が幸福度全国一位であることにちなむものである。開場記念式典には、幸福寺館寺の田川俊英が招かれ、田川寺記室による心の字の変額が駅舎に掲げられている。ホーム短式ホーム一面一線を線路の西側に有する地上駅。 待合所が設けられている。7台の駐車場と駐輪場がつく。ホーム上は駅名標だけで、屋根はなく南端の階段になっているところが駅の入り口である。ホームの南寄りに隣接する木造の待合所は、ホーム側にのみ入り口があるため、床がコンクリートでかさ上げされている。堺井市時計年報によると、1日平均の乗車人員は以下の通りである。 駅そのものは集落の中だが田園が広がる。駅名解明と同時に駅周辺の散歩コースには幸福ロードの名称が付けられた。堺市役所、同堺総合支所へは越前鉄道沿線としてはこの駅が最寄りとなる。下標語駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。